皆さんこんにちは。レック専任講師横溝です。今回このガイダンスではですね。面倒見がすごい。横溝プレミアム合格塾11期充実のズームゼミで考える力を徹底強化というタイトルで、まあだいたい20分ぐらいですかね。お話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。 さて今回、ですね横溝プレミアム合格塾11期生もちろん2023年度行政書士試験向けの対策講座ということになります。そして、この横溝プレミアム合格塾は受験経験者向けのカリキュラムということで初めて行政書士試験を受けようというふうに考えている方はですね ぜひパーフェクトコースという合格講座が入ったコースがありますのでそちらの方を利用していただければということですこちら横溝プレミアム合格塾はあくまでもリベンジを狙うそういった受験生向けのカリキュラムであると考えてください11期生ということで早いですね2013年度試験のところからこの横溝プレミアム合格塾はずっと動いてきていますので 最初に合格者が出てるというか対策を取ったのが2013年度本試験になるのかなそこからずっとということですねまあ11年目を迎えることができました、まあ、この間もともとは通学をメインにしてそしてですね通学で来てくれた人たちに授業いろんな授業で直接対話をしながら進めていくなんていうようなスタイルを 年々重ねてきていたんですけれど、まあ、2020年以降のコロナの流行などもあってですねなかなか教室でそもそも教室で授業ができないとかあそれから教室で来てる方と直接対話をしてというのが、まあ、難しいという状況になったことを受けてですね、まあ、現在はむしろそれを逆手にとって Zoom を使った さまざまなサービスを提供していこうというそういうカリキュラムと実は生まれ変わっているんですね。本格的にシフトしたのが10期生からということでそのシフトして2年目にあたるのが今あなたが受けようかなということで検討してくださっているこの横溝プレミアム合格塾11期生ということだったりはします。あの特色としてはですね こちらカリキュラムをちょっと見ていただくといいかなと思いますけれど横溝プレミアム合格塾のカリキュラムなんですがメインになってくるのはやはりプレミアム合格塾プラスと言われるようなものなんですね。こでこのプレミアム合格塾プラスと言われるものこちらがまあまあご覧の通り138回あるというような事業になっていたりはするんですけれども中を見ていただくとですね あの先取り合格講座というので、まあ、これはあ憲法基礎法学および行政法について、まあ、こちらは2023年度の合格講座に提供するものを、まあ、そのまんまプレミアム合格塾の方にも提供するということを決定しております。 まあ従来、憲法だけだったところを行政法も入れたというような話で、まあ、先取りだけですごい回数になってはいますけれどやはりそういった声もあったんでね、まあ、あ一応、先取り合格講座これは実は年内からら受けられますですから本試験が終わって11月の13日に試験が終わりましたでその後の12月からすでにこの先取り合格講座は受講が可能と。 いうことになっておりますちなみに渋谷駅前本校では日曜日のクラスで憲法基礎法学から11月スタートするんですけれどそちら、ズーム配信がありますのであのズームを通してです、ね、生中継でその教室講義を受けるという形も可能だったりはします。 まあこちらはね先取り合格講座というのでちょっとしたまあサービスのようなものではあるんですけれどさてプレミアム合格塾の本化ということになってくると今度はプレミアム合格塾知識力強化講座というものが民法について存在しています。 先取り合格講座は憲法と行政法だけだったんですがそこに民法を加えていますこの知識力強化講座はやはり受験経験者の方にふさわしい民法の授業というものを全15回で1回3時間でこれはですねあのウェブ収録のみですだからこのプレミアム合格塾の知識力強化講座というのは、まあ、どのタイミングで入っていただいたとしてもですねウェブ配信のみでご自宅で まずは受けていくということができるそういう仕組みになっております。まあ、一番早ければこの知識力強化講座ですね11月22日からもう配信スタートということになっていて、まあ、民法の半分3分の2ぐらいは年内にもう視聴可能というような状態になっております。ですから どのタイミングで勉強を始めようかな、それ早めに始めようかなと思った方もまずは知識力強化講座、ここからが、ね、プレミアム合格塾本科ということになるのでプラスというのを取っているとこの先取り合格講座がついてきてプラスが入らないとこの本科生知識力強化講座からスタートするというような仕組みになっていると思ってください。そしししててここののののププレミアム合格塾の本科の方ででではまず知識力強強化講座こちらで、まあ、一度勉いる人にふさわしい形でのインプットの やり直しこれを行いますそして合わせて、回答力強化講座こちらが憲法民法行政法問題演習を通してインプットとアウトプットを同時に進めていくという講座がこの回答力強化講座横溝プレミアム合格塾の中でも一番メインにあたる講座です。 ズーム配信もありますので、まあ、地方にお住まいの方渋谷駅前本校での実施で、ね、通うことはできない方も生中継で授業を受けることもできますしもちろんウェブのみの配信という形で受けることも可能だったりはしますので、まあ、ぜひご都合に合わせて 受けけていただければ特にプレミアム合格塾はねやはりカリキュラムが非常に多くなっているというのもありますので、まあ、その結果そのカリキュラムが多いよというところを消化していく時に通学の方は強制力があって通学すればいいんだけれど通信の方はなかなかそうはいかないから逆にズーム配信を見ていただくことで強制力を何かその毎週土曜日 なんかテレビ番組で勉強してるみたいな状態を作っていただけると通学の方と全く遅れることなくずっと受講できるっていうそういった仕組みになっております。で今回このプレミアム合格塾の解答力強化講座民法行政法は150問。 憲法75問の問題演習を通じてインプットアウトプットを再構築していく講座ということになるんですがもちろん過去問も大事なんでね過去問徹底解析講座という,もう名物講座です、えー、ウォーク問を使いながら過去問を実際に意味のある形で分析していくそういう講座になります。これも今回でですすねズーム配信がが期期生生ははなかったんですが11期生は この過去問徹底解析講座までズーム配信がありますので、まあ、かなりの回数を Zoom 配信でカバーして通信・通学の垣根をとにかくなくしていく、まあ、このあたりはもともとコンセプトとしてちょっと下の方に出てくるんですがこれですねあの通信・通学ハイブリッドというのを歌っておりまして通信の方も通学の方も同じようなペースで勉強ができ 随時フォローが入るっていうそういう仕組みを作るというのがこのプレミアム合格塾の使命ですからあそれを実現するための工夫の一つが Zoom 配信ということになっておりますまあ、その他のカリキュラム、えー、文章理解の特訓講座であるとか商法会社法一般知識の特訓講座なども入っております商法会社法はインプット 一般知識もインプットもありますしアウトプットもあるってそういう状態です記述に特化した講座そして民法の演習のさらなる演習を60問積む講座などもありますさらには文言試験が3回ついてきて本試験を迎えるということになります直前期には直前ズームゼミというものも行われますこのズームゼミというのがね、プレミアム合格塾特にコロナ禍に入った後の 一つの売りですもう通信通学の方全員同時に参加できますで日程は決まってますのでその日程で参加していただいて私からの質問に答えてもらうというそういうものですまあ皆さんの方は顔出ちはしないので、まあ、その意味ではまあまあねプレッシャーはそこまでないかもしれませんけれどとりあえずズームを通してバンバン質問してそれに答えてもらうそれからチャット欄を使って皆さんからの質問にもどんどん答えるっていうそれを同時にやっていく。 これが直前ズームゼミです何をやるかは皆さんの希望でカリキュラムは自由に組み替えていきますのでそしてこの直前ズームゼミは本本試験直本当に直前ままであります、まあ、今年の場合ですと直前ズームゼミはです、ね、今回は11月5日までありますから本試験その次の週の11月12日ですのでもうその直前の1週間ぐらい前までズームゼミがずっとあると。 いうこ,とこれはもう10期生から続いて11期生も同じようにしていきたいと思いますさらには、はいズームフォローゼミがですね、えー、全15回つきます、このはズームフォローゼミ自体はですねもう年内12月の18日からもうスタートすることにはなるんですけれど、まあ、月1、もしくは2ぐらいのペースでずっと進んでいきます。 えー、横水プレミアム合格,合格塾の受,受講生限定フォローですあの。10期生だと一部プラスの人しか受けられないゼミもあったんですが今回はプラスもプラスでない人も全員このフォローゼミは15回受けられるこれが12月から8月ぐらいまでずっと続きます。 でそれの続きが直前、ズームゼミになるので、まあ、トータルで21回のズームゼミというものを通してですねいろんな分野についていろいろと皆さんに質問をしながら答えていただくということを実施していきます。やはりここがが番力がつく記述の問題をににしても何にしててもも何 今までリベンジを図るということになる前ですね2022年度の試験においてもそれなりに一生懸命勉強してきたはずなんです。でその一生懸命勉強してきたっていうものがやはりね、えー、形として結果として出なかったっていうのは、まあ、あるのかもしれないけれどやはりそこの中で頭の使い方を少し変えて今まで培ってきた知識をよりもっと効率よく使えるように生まれ変わらせる。これが ズームゼミですこれを合計でフォローゼミ直前ズームゼミ含め21回がっつりやることで力を飛躍的にに伸ばすすとということが可能になっていますそして通信の方はねやはりこう双方向のやり取りができる場面がそこに存在するということでやはり一人で勉強してて孤独だなとか寂しいなとか思うようなこともなくなっていくでしょう。 あ、こんなにいろんな仲間が一緒に勉強してるんだなっていうことがわかるっていうだけでも非常に大きいんじゃないのかな、そういうふうに思っています。まあ、申し込んでいる方が全員利用しているわけではないんですけれど、まあ,あのもちろんアーカイブも残りますのでアーカイブで聞いてる方もいらっしゃいます。あのまあ、リアルタイムで、えー、同時にこうね参加してくれている人たちっていうのは。 まあ、10期生の時で最大で55とか60弱ぐらいの方がずっと参加されてましたあの当ててほしくなければ「長考」っていうような形で自分の名前を「長考」って形で出しておいてくれれば当てませんそのリアルタイムで参加して他の人が聞かれてるのを聞いて自分は私が投げた質問に自分で答えるけれど特に私から当てられることはないっていうやり方もできますし、まあ、当てられてバンバン答えるっていうところに身を委ねることもできます。 それはどちらであっても非常に勉強にはなるかなということなんですね。さらにこれも10期生からの試みで非常に評判が良かったので11期生でも入れたいなというのが私とのズーム個別相談ですこれは最大3回までというので、まあ、あの発表前に申し込んでた方はその発表前のところでの1回それから 1> 春頃1回そして直前期に1回というので合計3回ですね合計3回タイミングを見て、えー、私と1回20分のズーム個別相談ですこれも全国どこで受けてても参加できますのでその時々の状況を聞きながらで私の方もカルテを作っていきますから1回目ズーム相談してその記録を見ながら2回目1回目2回目見ながら3回目って形でお話をしていくので。 よりその実情に合ったあ、ね、お話ができるかなよくなんかお子さんいらっしゃる方とかお子さんが一緒に登場して、まあ、手振ったりとか,、ね、なんかしてる場合もありますけれども、まあまあ、ご自宅からズームででということなんで全国いろんなところから、まあ、10期生も本当に北海道から沖縄までいろんなところにお住まいの方が参加されてました、まあ、今回もそういうことになるんじゃないかなと思っていますので、まあ、やはり 受験経験があってねリベンジを図りたいという場合はただ単にそのアウトプットだけやってればいいってもんじゃないインプットだってしっかりやらなきゃいけないでまたそれをただ単に何か受け身の形で勉強するっていうだけでもやはりそれは力がついたかどうかがわからないゼミを通してアウトプットする聞かれてアウトプットするっていうような プレッシャーを感じる中できちっと答えられるようになっていくというのもすごく大事です記述の問題での知識の引っ張り出す思考回路をゼミで体感するっていうことにもなるんだと思います合わせて個別相談で随時軌道修正も図りますだからこそね、この面倒見がすごい横溝プレミアム合格塾第十一期ということになっているんです 通信の方も通学の方もしっかりフォローをしながらそしてなんか通学の人だけに話してて通信の人に話してないみたいなことがないように格差をなくしてみんなが同じ状態で勉強していけるで一定の強制力を通信の人にも Zoom 生配信や Zoom ゼミや Zoom の個別相談などを通して実施していく提供していく。これによって プレミアム合格塾というのはまあねあのカリキュラムが難しそうだとか何とかって感じる方もいらっしゃるようですけれど例えば前年100点ぐらいしか取れなかった人がプレミアムを受受けてててて何十点取って受かっっかいいくくケースっていくらでもありますちゃんと勉強したのに点が取れなかったそれは勉強の仕方に何か問題があったのかもしれないせっかく頑張ったのに結果が出なかったこと自体ちょっと工夫してあげれば点が伸びるようなきっかけをそこに与えることはできる。 そういう人は多いんですねそのきっかけにこの横溝プレミアム合格塾という本当にあのフルパックでフルフルで皆さんに徹底的にサポートを提供するというこの講座をですねぜひ活用していただければなと思っておりますまあ、10年間過去10年間の実績に支えられて第11期も2023年度行政書士試験合格を目指すあなたのためにカリキュラム 走らせてまいります一緒に、私も伴走しますリベンジを果たしましょうよこのまま引き下がっている場合じゃないでしょうリベンジを果たしましょうあなたが合格した後やりたかったことがきっちりできるようにこの1年頑張りましょう一緒にこれが横溝プレミアム合格塾の使命だということです。ぜひ ご検討いただいてですね第11期のメンバーとして参加してもらえたらなというふうに思っております。ということでそろそろ時間になりますので本日、面倒見がすごい横溝プレミアム合格塾11期というガイダンスですね最後まで見ていただきましてありがとうございましししたででではは今度は授業おお会いしましょうお疲れ様でした。